あなたの心に火を灯す東洋思想及び神道研究家の光です今回は中秋の名月の過ごし方とポイントについてお話をさせていただきます古来から日本人はお月見という風習習慣がございましたその起源はなんと縄文時代まで遡ると言われております 平安時代の物語に竹取物語というものがございまして月という星を昔から日本人は神様がいらっしゃる特別な星と考えていたということですでいつも月は特別なんですがその中でも最も特別な月があってそれが秋の月中秋の名月でございますでこの 月を眺めるとか感じるということは重要だと思います。なぜならば地球は当然この月の影響を受けている潮の満ち引きもそうですし女性の場合はサイクル月経というものがございます。男性も当然この月の影響というものを意識的にも肉体的にも受けていると思いますがその昔 月のカレンダー、これ、大陰暦と言いますが、月のサイクルを取り入れたカレンダーがございました。ただ、明治時代から太陽オンリーの暦、カレンダーに変わってしまった。その結果、日本人は月というものを感じることがなくなってしまったんですが、先日も道歩いてますと夜でした。で、女の子を二人組が歩いてたんですけども、その時会話が聞こえてきたんですね。どんな会話かというと、 ああ、今日月きれいね。そうだね。みたいな、いい会話だったんですね。まあそこまでで別に終わったらよかったんですけども、さらに言葉が聞こえてきたのが、月、久々に見たわ。一年ぶりぐらいかな。という声が聞こえてきたんですね。私、どっしゃーと思いました。一年ぶりかいみたいな。それまでそら見てなかったんかいぐらいな風にして思ったんですが、いや、これね、問題だと思います。やっぱね、 自然を感じる心っていうのは人間の感受性というものを養う上で重要ですし自然をまともに感じてない人っていうのは人間の心とかもまともに感じれるのかなというところは思いますま。ということで特にこの中秋の名月。 月を感じる、月を眺めるということは大事だと思うんですが、これ中小の名月はいつかと言いますと、旧暦の8月15日です。さっきも言いました。昔のカレンダーは、1日が新月、3日目が三日月、15日が満月。そこからぐるっと1ヶ月経ったら、もう一回新月に戻ってくるというサイクルで、カレンダーが月のサイクルと同じだったんですね。でも、明治からそれが変わってしまった。で、 今年2021年の中秋の名月はいつかといいますと9月の21日この日が満月でございますで中秋の名月これまたの名を芋名月と言うんですねで満月は満月で同じはずなんですけどもなんでこれ秋の満月を特別視するかといいますと収穫の季節と重なってるからです お米の収穫、そして芋名月というのも、これ、芋の収穫と重なっていたからと言われております。で、中国の方では三大節と言いまして、一年間の中での三大重要なお祭りの一つだったと言われています。一つが旧正月、春節、もう一つが生命節と言いまして、ご先祖様にまつわるお祭り。 もう一つが月にまつわるお祭りだったということです。で、このことは西洋の方でも同じで、毎月の月、これ名前がついてます。で、9月の月の名前が何て言うかというと、ハーベストムーンなんですねで。ハーベストムーンっていうのは、これは収穫の月でございます。まあ、そういった収穫のエネルギーと、この満月のエネルギーというところが重なって、 秋の月を眺める。多く収穫する。つまりは、秋の満月っていうのは、そういった多く良い出来事が入ってくる。そういったエネルギーがあると考えられてきた。だから、いろんな月がある中でも、特に秋の月というのは重要視されてきたということなんです。で、今回は、特にこの、 月を眺める見る時のポイントについてお伝えしたいんですが日本の神話で言いますと月のの神様は月読みの事ですで無料で参加できる特別なメールマガジン「フリーメールマガユニバ知るだけで人生が変わる日本人の幸せの原点」「成功する人が神社参拝をする本当の理由」など。 人生の本質に迫る内容をお届けしております参加は無料ぜひ概要欄から登録くださいで、つくよみのみことは事記において一回しか登場しないどういうシーンかというとイザナギのみことが三鬼神三人の子供にそれぞれの国を治めなさいと伝えていく太陽神天照大神には高間原を治めなさいと伝えた天の世界ですスサノオのみことには 大海原を治めなさいと伝えた。地球です。太陽と来て、地球と来ると、そう、最後は月です。月読みの見事に何と言ったかっていうと、夜のオス国を治めなさいと伝えたんですね。で、夜の国じゃないですよ。なんかオス、食っていう漢字がついてるんですね。で、これなんで食っていう漢字がついてるかっていうと、そう、月と食というものは非常に深い関係があると昔の日本人は、 考えてきたからと思われます。要は、昔の人たちは収穫をするときに、月を見ながら、あ、いついつが収穫だなっていうタイミングを測っていたんじゃないのかということなんですね。だから、月読み、これは暦を読むというようなメッセージも込められておりまして、暦を読みながら、いつ収穫したらいいという食のタイミングにも関わっていたということなんです。 でね、今回のポイント月の眺め方なんですが日本の物語竹取物語「かぐや姫」の伝説でも実はこういう言葉があって「月ってじっと眺めすぎちゃダメなんだよ」というふうに言われております。 これ本当に竹取物語が書かれてるんですね。でなんで月はじーっと見すぎてはいけないのかいや、見たらいいんですけども、見すぎるのが危険ということなんですねで。精神世界の中にムーンマトリックスという言葉があって、どういう意味かというと、マトリックスってこれ幻想です。つまりは月の幻想ということなんですね。で、月のエネルギーっていうのはさまざまな幻想を作り出す。 でねはっきり言うと人はあれこれ悩みますお金大丈夫かなあの人に好かれてるかなあの人に嫌われてるんじゃないのかな自分はダメなんじゃないのかな自分はあの人よりも優れてるんじゃないのかな全部幻想ですでそういったさまざまな幻想を作り出すような働きが月にはあると考えられていただからムーンマトリックスなんですねでこの辺りは非常に深い話になってくるんですが ポイントで言いますと、満月の働きは増大です。大きくするということです。でね、実は悩みも大きくしちゃうんです。見すぎると。人間悩みないようなつもりでも、例えば根源的に劣等感を抱えていたり、もしくは寂しさを抱えていたりする。まあ、そういった寂しさとか劣等感といったものも、実は月じっと見てると大きくなっちゃうんですね。 で、今、こういったコロナの状況下の中で、多くの人たちが不安や恐怖や寂しさを抱えている方多いです。で、無防備に月見ると、そういったネガティブな思いとか想念も大きくしてしまうから、月見るのは注意が必要だということなんですね。これ昔からそうっちゃそうだったんです。だから、月の名所という場所は、大体ね、これね、あるものとセットなんですね。 で私の住んでるこの大阪の枚方の葛葉という場所も月の名所がございます鏡を伝える池と書いて「京殿池」という場所なんですがこれなんでねここが月の名所かっていうとそう京殿池に満月を移して池に移った満月を昔の人たちは見てたんですねで月の名所は大体池とセットでございますそう 直接見るんじゃなくて、池に映ったものを見ていた。そうすると、月の悪影響を受けにくいということ。ネガティブなものを増大させにくいということなんですね。はい。ということで、池を通じて月見ましょうって言って、池なんて一体どこにあんねんっていう話になってきます。まあ、そんな方におすすめがあるんですが、どうするか。これはね、 イメージの中で月を瞑想するんです。妄想するんです。で、実はこれは工房大師空海が伝えた瞑想法で月の輪の観察する。観ずると書いてこれでね、ガチリンカンと言います。ガチリンカン月の輪の観と書いてでどうするかっていうと まるでこのハートのところとか自分の体で月を抱えているようなイメージをします胸のところでこう月を抱えているようなイメージああ自分のハートは満月なんだなみたいなイメージを持ちますそうすることによってイメージの中で作った月っていうのは悪影響が生じないっていうことなんですねだから直接見るよりもイメージで作ると安全ということです まあしかも中秋の名月のタイミングは特にそういった月のエネルギーが増大しているタイミングです大きくなってるタイミングでございますただ普通に見てしまうと悪影響を受ける可能性があるだからイメージの中でずっと月を抱えているような自分のハートに月があるようなイメージをするまあそうすると月の良い影響を受けて良い影響を受けるとどうなるかっていうと自分の こんなことがあったらいいな。あんなことがあったらいいな。みんな幸せになったらいいな。世の中良くなってったらいいなって言ったような、いい思いが増大することにつながるということです。だから、ぜひ、この中秋の名月のタイミングは、自分の願望、あんなことあったらな、こんなことあったらなっていう良い妄想をしてください。そして、みんな幸せになったらなっていう良い妄想をしてください。日本が良くなったらなっていう良い妄想をしてください。で、 その妄想をしながら月を抱えているようなイメージをするそうすることによってそれは本当に願望を叶いやすくなりますね何度も言う通り満月はそういった願望成就の力がありますし秋の季節にもそういった力があるということでございますはい今回は中秋の名月満月のポイントについてお話をさせていただきました 月のエネルギーを借りて、あなたの人生を幸せに開運するようにしていってください。また満月の力を借りて、世の中をより良くしていきましょう。あなたの開運をお祈りしております。佐賀光でした。